固有値。線形代数学において、線形変換の特徴を表す指標として固有値がある。この二つの用法を合わせて固有体という。与えられた線形変換の固有値を呼び、固有ベクトルを求める問題のことを固有値問題という。ヒルベルト空間論において、線形作用素あるいは線形演算子と呼ばれるものは線形変換であり、 やはりその固有値や固有ベクトルを考えることができる。固有値という言葉は無限次元、ヒルベルト空間論や作用素代数における、スペクトルの意味でもしばしば使われる。現在では、固有値の概念は、行列論と絡めて導入されることが多いものの、歴史的には二次形式や、微分方程式の研究から生じたものである。18世紀初頭、ヨハン・ベルヌーイとダニエル・ベルヌーイ、 ダランベール及びオイラーらは、いくつかの質点が付けられた、重さのない弦の運動を研究しているうちに、固有値問題に突き当たった。18世紀後半に、ラプラスとラグランジュはこの問題を、さらに研究し、弦の運動の安定性には固有値が関係している、ことを突き止めた。彼らはまた固有値問題を、太陽系の研究にも適用している。 オイラーはまた合体の回転についても研究し、主軸の重要性に気づいた。ラグランジュがこの後発見したように、主軸は完成行列の固有ベクトルである。19世紀初頭には、コーシーがこの研究を二次局面の分類に適用する方法を示し、その後一般化して、任意次元の二次長局面の分類を行った。コーシーはまた、特徴根という言葉も考案し、 これが今日、固有値と呼ばれているものである。彼の単語は、特性方程式という用語の中に生きている。フーリエは、1822年の有名な著書の重要な側面を、不安定性の引き起こす、不完全行列を構成することによって明らかにした。19世紀中頃、ジョゼフ・リュービルは、スツルムの固有値問題の類似研究を行った。 彼らの研究は、教室ルムリウビル理論と呼ばれる一分野に発展している。ヘルマン・アマンドス・シュバルツは、一般の定期域上でのラプラス方程式の固有値についての研究を19世紀の終わりにかけて初めて行った。一方、アンリポ・アンカレは、その数年後、ポアソン方程式について研究している。20世紀初頭、ヒルベルトは、 積分作用素を無限次元の行列とみなして、その固有値について研究した。ヒルベルトは、ヘルムホルツの関連する語法に従ったのだと思われるが、固有値や固有ベクトルを表すためにドイツ語のを冠した最初の人であり、それは1904年のことである。ドイツ語の形容詞英言は、独特の、特有の、特徴的な、個性的なといったような意味があり、 固有値は特定の変換に特有の性質というものを決定づけるということが強調されている。英語の標準的な用語法でプロパーバリューということもあるが印象的な英イゲバルの方が今日では標準的に用いられる。フランス語ではである。固有値や固有ベクトルの計算に対する数値的なアルゴリズムの最初のものはヤコビが対象行列の固有値固有ベクトルを求める。 手法として、ヤコビの提出したヤコビ法、電子計算機が発明された時に、フォンノイマンが発見したと思われたが、実際は、ヤコビがすでに述べていた、ガウスによる行列の基本変形操作によるヘッセンベルグ形式への還元などが知られていた、1929年にフォン・ミーゼスが公表した、べき情報である。 今日最もよく知られた手法の一つに、1961年に、フランシスとキューブラノーフスカイアが独立に考案した QR 法がある。空間の線形変換、回転、競泳、拡大、縮小、剪断、及びそれらの任意の合成は、それが、ベクトルに対して引き起こす影響によって、視覚化することができる。ベクトルは1点から、他の点へ向かう矢印によって視覚化される。 例えば、三次元内の回転変換の固有ベクトルは回転軸の中に位置する。この固有ベクトルに対する固有値は1で、対応する固有空間は軸に沿う。ベクトル全体のなす空間をすべて含む。固有空間が一時元であるから、この固有値1の幾何的重複度は1であり、スペクトルは実数である固有値1ただ一つのみからなる。 有限次元線形空間ボルト上の線形変換 A に対して、次の方程式を満たす例でないベクトル X とスカラーラムダが存在するとき、X を A の固有ベクトル、右固有ベクトル、ラムダを A の固有値と呼ぶ。例えば、上で示したモナリザの画像の変形のような線段変換の例として、次のような形の行列を考える。まず この変換の固有ベクトルとは、x イコールラムダ x を満たすようなベクトルである。実際にこの式は、そのようなベクトルが存在すれば、そのようなベクトルが、この行列によって及ぼされる位置の影響は、ラムダ倍の大きさの変化、向きの反転も含むしかないことを意味する。ここで右辺に、単位行列 i をかけても意味は変わらないので、x イコール x あるいは同じことだが、 なる式が得られる。この方程式が自明でない解を持つためには、A の固有多項式と呼ばれる、行列式デッドが例である必要がある。ここで、であるから、この行列 A の固有多項式はで、この場合、固有方程式が持つただ一つの 0. ラムがイコール、1が、この行列 A の固有値である。この固有値一に属する固有空間は、変換一 i a の例空間、すなわち、 線形方程式 X イコール A の回空間であり、の回となるベクトル X の全体である。この方程式を解いて、この回空間のベクトルが、すべての形に表されることがわかる。ここで、C は、任意の定数である。つまり、この形に表される、この場合、真上、または真下を向いているベクトルは、すべてこの行列、A の固有ベクトルなのである。実際、 これらのベクトルに行列 A を作用させることと、これらのベクトルを対応する固有値倍、この場合等倍することに等しい。一般の場合、2行2列の行列は2つの異なる固有値を持ち、それぞれについて少なくとも1つ、つまり2つの異なる固有ベクトルを持つ。ほとんどのベクトルが行列の作用によってその長さと方向の両方を変えるのに対して、固有ベクトルは、 長さのみが変化し、向きは反転するかもしれないことを除けば不変である。もちろん位置以外の値が固有値になる場合も普通にあるので、その場合に固有ベクトルは行列によって伸縮するし、場合によっては原点に関して反転される。地球が自転すると地球中心から地表の各地点へ向かう矢印も一緒に向きが変わる。しかしこの回転軸上にある矢印だけは、 向きが変わらない。例えば、地球が1時間分だけ自転した時の変換を考えてみよう。この時、地球中心から地理的な北極あるいは南極を向いているベクトルはこの変換の固有ベクトルとなるが、赤道に向いているベクトルは固有ベクトルとはならない。また、地球が回転してもこのベクトルの大きさは変わらないので、この固有値は1である。別の例として、ゴムシートを ある固定された一点から全方向に向かって伸ばすような変換を考える。ゴムシート上のあらゆる点と点の間の距離が2倍になるように引き伸ばすとすると、この変換の固有値は2になる。この場合、固定された点からシート上のあらゆる点に向かう、ベクトルはすべて固有ベクトルになり、固有空間はこれらのベクトルすべてからなるような集合となる。ベクトル空間は、 二次元や三次元の幾何的な空間だけとは限らない。さらに別の例として、ちょうど弦楽器における弦のような両端が固定された紐を考えよう。図に、この紐が振動しているとき、紐状の核原子が紐がピンと張ったときの位置、釣り合いの位置から動いた距離、変異は紐を構成する原子の個数分だけの次元を持つ、ベクトルの構成部として表すことができる。 この紐が連続的な物体でできていると仮定しよう。この時、紐の各点の加速度を表す式、運動方程式を考えると、その固有ベクトル、より正確には固有関数は定常波となる。定常波では、紐の加速度と紐の変異が常に一定の比例係数で比例する。その比例係数が固有値である。その値は、 各振動数をオメガとすると、オメガに等しい。定常波は時間とともに、制限的な振幅で伸縮するが、基本的な形は変わらない。この定義は対角化を用いることにより、二次形式の正定値、反正定値の定義と同値の関係であることが確認できる。有限次元線形空間ボルトの有限庫の規定をとり、 それによって A を行列として表現すれば、固有値は行列式に関する次の方程式を対角化手法などを使って解くことによって求められる。ただし I は単位行列である。この方程式のことを固有方程式、または特性方程式という、ボルトの次元を N とすると固有方程式はラムダについての N 時代数方程式であり、 A はこの方程式の根として、重複度、大数学的重複度を込めて、基礎体の大数平包み上 N 個の,の固有値を持つ、ことがわかる。参考、大数学の基本定理。特に行列、A が実対称、あるいはエルミートの場合、固有方程式は、A 年方程式とも言われる。また行列、A が実対称か、エルミートなら、固有値は必ず実数となる。 n の値が大きければ固有値問題は数値的対角化手法、ヤコビ法、ハウスホルダー法などによって解かれることとなる。行列、A が実対称やエルミートでない場合は、これを解くことは一般に難しくなる。ボルトが関数空間である場合には固有ベクトルのことを固有関数とも言う。量子力学においては固有値問題が次のような形で現れる。まず、 k の状態は状態ベクトルというもの、波動関数とも言うで表現されると考える。そして、その状態ベクトルはシュレーディンガー方程式に従って時間的に変化すると考える。この時、k が時間的に変化しない定常状態、厳密に言うと時間的に変化するものが状態ベクトルの位相に限定される場合、シュレーィンガー方程式は変数分離法によって 以下のようになるここでエッジは K のハミルトニアンであり、X は状態ベクトルである。これは固有値問題そのものである。上の方程式を解くことで固有値イプシロンが求まる。このイプシロンを用いて下の方程式を解くと状態ベクトルの位相はフォーミュラ10の角速度で変化することがわかる。ところが量子力学の原理によると K のエネルギーは K の位相の角速度のフォーミュラ11倍である。すなわち、この固有値イプシロンは、K のエネルギーに相当する。そこで、イプシロンを、エネルギー固有値、または、エネルギー順位と呼ぶ。この時、状態ベクトル X は、ハミルトニアンの固有ベクトルになっており、そのような状態を、エネルギー固有状態という。ハミルトニアンは、エルミート演算子であり、従って、異なる、 固有値に対応する固有ベクトルは互いに直行している。ハミルトニアンに限らず、任意の物理量は、それぞれエルミート演算子に対応する。それらに関する固有ベクトルは、それらの物理量が確定している状態であり、その固有値が、その状態での物理量の値となる。実際の多電子計などの数値計算においては、エルミート演算子を有限サイズのエルミート行列で、 禁止することになる。つまり、本来、状態ベクトルのなすヒルベルト空間が無限次元であれば、行列による表現は無限行、無限列であるが、これは現実に計算することは不可能なので、有限の大きさに切断して近似的に計算が実行される。波動関数は適当な規定関数の線形結合、重ね合わせで表現され、求めるべき。 規定関数の展開係数を並べたものが、そのイルミート行列の固有ベクトルに相当することになる。展開係数の数も本来無限個必要であるが、有限の数で切断、カットオフされる。切断は求めるべき物理量、全エネルギーなどが、精度として十分に収束するところで行う必要がある。特多に必要な数値計算量にも依存する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。